はい、休校中の皆さんの勉強を応援するウェーブ朝倉学校、本日は2020年5月4日、ゴールデンウィーク真っ最中です、えー。中1数学教科書の第7章、資料の活用とその,その1ということで、度数分布表のことをやりたいと思います。で私は講師を務めます船橋市議で、予備校講師の朝倉ですで。船橋市議としての新型コロナウイルス関係の、えー、情報発信は朝倉 m アル公式サイトでやっておりますので、どうぞご覧ください。 で私たちは今、えー、コロナの緊急事態宣言の中で学校が休業になっているんですが、えー、3月の16日に思いついた式があります、えー、コロナ、えー、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだということで頑張ってまいりましょう中学の数学のカリキュラムはこの流れで学んでいきます中1はこういう流れですねで中2はこういう流れ中3はこういう流れですで、えー、この 冒頭に学ぶべきこの4月5月に学ぶべきところが今、休校で学べてませんのでこれまでこれを重視してありましてこれ全部終わりましたすでに YouTube にアップしてありますのでご覧くださいで本日からはこの休校分野で3月の休校分野で学べてないあるいは学べるがよくなっている分野をやりたいと思いまして中1の資料の活用の分野に今から入っていきますそれでは、えっと、資料の活用ということなんですが 量的データですねあの、えー、っとたくさんの数字があってその数字の全体の傾向を分析したいというの数学の分野があるんですけどそれで、えー、やりますで、えー、今日2つの特徴の、あのー、資料を見ていきたいと思うんですねで1つはとびとびの値を取る資料とで例えばこれ京都府立高校の入試の問題なんですが 魚釣りをしていた50人に対して釣れた魚の数を調査してまとめたものであると、まあ、ある釣り場で50人ぐらいお客さんがいたので、お客さんというか、釣りしている人がいたので、そこで何匹釣れましたかというのを調査員がぐるぐる回って調べたところ、こういうバラバラの数字が集まったと、1番目の人は1匹だったと、26番目の人も1匹だと、しかし30番目の人は10匹も釣っていたというようなバラバラのデータがあると。 いう場合の話それともう1つは連続した値を取る資料ということで例えば20人の子供が遊んで紙飛行機を長く飛ばす競争やったとそしてストップウォッチで100分の1秒まで測ったということですねそうすると1番の子は3.07秒で2番の子は3.40秒ということで1秒2秒3秒という。あの まあ、整数の数値だけじゃなくて、こう微妙なこう下腹たけたまでの数字が連続してあるんですねでこ。こういう整数で示されるような分離した数字の場合と、それからこう小数まであるようなこう連続した数字の場合は、取り扱いが違ってくるんですね。でまず、とびとびの値を取る資料について考えてみたいと思います。でこれは調査の結果を表にまとめればいいんですね。0匹の人は0人は 1>, 1匹取った人は4人だったとで2匹取った人は8人だったということを表にまとめますで表にまとめた上でこれをグラフ化します横軸に釣れた魚の数を取ってその釣れた魚の数の人数は縦軸に取って棒グラフを書いていますで棒グラフを書いていきますと、まあ、よく傾向が分かりますねそして、えー、棒グラフの一番上のてっぺんのところを結んで折れ線グラフも書くことができます でこの折れ線グラフ自身は、まあ、こう各釣り人にとっては、えーまあ、隣の人が何匹釣れたかというのは関係ないのであまりこの折れ線の意味はないと思うんですがあの釣りセンターの方があ、えー、例えば5月4日はこういう傾向だった5月5日はこうだったということを傾向を把握するためにはこの折れ線グラフが役立つかもしれませんで次に、えー、この、えー、と飛び飛びの値を取る数値の場合には平均値が求めやすいんですね。魚の数は 1>, 1匹釣れた人が4人、2匹釣れた人が8人ということでこう計算をしていくと全部でこの釣り場では50人270匹釣,んだ釣ったということが整数でピチッと出てきますでそれを50人で割るとこの釣り場では5 4五0人調べると5.4匹平均釣っているんだなということで平均値が求めやすいんですねそれではその次なんですが20人の子供が遊んだ3.07秒とか3.40秒とか微妙な値の連続しているような 対空時間の場合にはどうするかというとこれ、どれ1つ取ってもぴったりと100分の1秒までああ一,一致している値はないんですねだから、どれもその完全に霜降りした方までで捉えてしまうともうまとまりがなくなるんですでそこでどうするかというと資料を整理するための区画を設けるんですね区画階,階級を設けます。で階級のの幅は分析者の考え方で 0.2ずつにしようか0.5ずつにしようかというのはその分析者の考え方で設定できますでそれぞれの階級にあたる入る資料の数を度数というふうにフリークエンシーというふうに表現しますで各階級の真ん中の値は階級値というんですがこれ例えばこの値を0.20 5との幅に設けて2.20以上 2.40未満。これあの、どっちかが以上で、どっちかが未満にするんです。で、こう普通ひ、左側の、その最初の数字を以上にして、こっちを未満にする。まあ、だから、これ、2.40未満っていうのは、具体的には2.39までということですね。で、これ、2.40から2.59までということで、幅を作ります。で、幅を作った上で、えっと、その中に入っている数を数えるんですね。そうすると、例えば、2.20から2.40までは、 この11番の人が2.33、それから14番の人が2.25ですから、2人いるということになります。で同様にこういう,うに数えていくんですね。例えば2.80から3.00の人は結構いまして、6人いるんですね、えー。1、2、3、4、5、もう1人、ここか。6人。6人います。という形で数えることができます。でそういう形で度数というのを、まあえー、書きます。 でこの階級の、あの階級、各階級に何人入っているかを、値を示したことを、度数分布表、フレクエンシーテーブルと言ってまして、そして、二つ、もう一つ、階級値との相対度数なんですけど、まず相対度数が分かりやすいから説明しておくと、相対度数は、あのこの度数、20人のうち、その例えば、 この階級には2人いますねということを20分の2で計算するんですね。それを小数で表すんです。0.10いますねと、これ小数で表すの約束で0.1。例えば20人分の6だったら0.30ということになりますで。そういうのを相対度数と言いまして、これは相対度数を合わせると1になります。でこれは相対度数は日常生活でいうと、よくパーセントで、例えば 20%の人って言ったら、まあ、全体の0.2%ですね。でその、うん、パーセントで表したものを少数に直したものに近いですね考え方としてはでだいたい相対度数は問題にもよるんですけど、まあ、下2桁で表すことが多いので、0. 0.00から1.00ぐらいの間のどれかを示すことが多いですさてその次階級値なんですが階級値はこの両端の境界線の真ん中 2.20と2.40の真ん中の2.30をこの区画を代表する値として階級値と表現します。さて、その形で度数分布表を作ると、えっと、実はヒストグラムというのが書けるんですね。で、各階級に何人いたかということをこう書いていくと。 ここ横軸に各階級の境界線の2.0、2.40、2.60、2.80、3.00というところを書いてその間3.00から3.20までは5人と、まあ、4人か4人というふうにこういうふうに棒を書いていくんですねそうするとさっき見た棒譜グラフに近いものが書けます、えー、そして折れ線グラフに相当するものなんですが 折れ線グラフの時には、この0のところを結んで、こういうふうに結んでいくという形で、度数分布多角形というのが書けます。さて、このヒストグラムというのと、先ほど見た棒グラフというのが、どう違うのか、よくもう一回見返していますであの。ヒストグラムというのは、連続した値なのであの、えーこの、必ずその境界線のところまできちんと幅がないとだめなんですね。とということで このヒストグラムはこう全部ぴったりと横がくっつき合ってますえそして、えー、折れ線グラフである同数分布多角形描くときにはこの0のところを必ず最後0の値の階級まで結ぶというのが約束です一方この先ほど言ったような魚の数みたいに9.8匹,匹とか8.2匹とかそういう数がない場合には必ずそのとびとびの値の場合には離す約束になってますねこれ 間を離すす。と、とくっつけないっていうことですそして折れ線グラフを書くときもここは絶対書かなきゃいけないということではないということでちょっとグラフの書き方が違うので、えー、見ておいてください。それでは、えっと、でこの,あの階,階級、えー、この度数分布表で階級を設けてその真ん中の値の階級値を使う作ると非常に実はいいことがあるんですね。 でこの20人の子供の遊んだ紙飛行機の対空時間の平均値はって言ったら、まあ、全資料の値を足して資料数で割るという方法でも平均値出せます。3.011秒手に平均値が出ます。まあ、これ20ぐらいだったら足せないことはないですけど、例えばあの1001000人の学校で子供の身長 を、まあえー、ちょうど、えー、1 6 1 5センチとかそのミリまで測って100人あ1000人の身長数を全部足して1000で割るっていうのは相当大変な作業ですねそこであの学校の例えば身長の傾向をまとめるために例えば1 6 0センチから1 6 5センチとかそういう、はい、階級の幅を設けまして傾向を えー、もあの分析しながら平均値も出せるという発想があるんですがちょっとこの例で説明してみましょうさっきの対空時間の、えー、ところの度数分布表の階級値ちょうど階級を代表する値のところにこの度数が平均値を取った人が2人いたといううに解釈します本当はちょっとずれている可能性があるんですが解釈します、まあ、それは誤差の範囲ということで解釈しますでそうすると こういうふうに計算ができまして、きちんと計算できる数字が、えー、この表のもとに計算できる数字が出てくるんですね。で、これが、実はこのデータの場合にはズレがあんまりなくて、えー、この単純に全部足しても60.22だし、階級値を代表して度数とかけ足しても60.20で、まあ、0.02しか違いません。よって、ほぼこの全数を足した計算と同じ秒数が出てくるということになりまして、えー、この階級を設定すると、 こういう形で平均も求めやすくなるということで、特に多数の資料の場合には求めやすくなります。それでは、えっと今日の話が実は今、私たちの事態にも関係するということで、これが私が市議としてまとめている、船橋市内の新型コロナウイルス感染者数の検査数と、あのまあ、発生数のグラフですで。これはどちらか分かりますが、これ離れてますね。えー、例えば 日ごとのデータになってますので、18日と19日はあっても、18.5日という,ような中間の値はないので、このグラフが離れているので、実はヒストグラムじゃなくて、棒状グラフだということ、でこれ、検査値のうち、検査数は1週間ごとなので、ちょっと作るのを苦労したんですが、これ、やっぱり次の週間の間で離れてますので、離して書いてありますので。 まあこういう、えっと、私たちの生活に関わってしまっている事態に関してもこの棒グラフ、まあ今日の前半の方の棒グラフで表現できるということです。それでは最後ですか、本日の最後ですが、こういうふうに多数の資料を分析して、その分析を見ながら世の中の傾向を知ったり、その未来の予測をしたり、それで自分の行動を決めることに役立つ学問が、 統計学と言います。で中1のこの資料の整理はその統計学の一番処方を学んでるんですね。で統計学、スタティスティックスの、えー、先人としてアドルフ・ケトレという人がいます。でこのアドルフ・ケトレという人はあのーまあ、統計学を最初に切り開いた人の一人なんですがおも、えーまあ、面白いことを今でこそ当たり前だけど面白いことを言いました当時としては。 えっと何か政策などを立てるときに平均,のひ平均として出した値のところにを目標にするといいという、まあ、標準にするといいということですね。まあ、今私たちはそういう思考になって普通になっていますけど、まあ、例えば学校だったらまあえーちょうど真ん中の学の校に合わせて物事をやりましょうというような発想ですね。でそういうい発想がが実はケトレが、えー あの考えるまで逆に平均を考える発想がなかったんでこれ自身は画期的で、まあ、一つの社会的な指針になったんですね、えー、ところがそのケトレーさんに学んであの実は統計学で偉大な授業を成し遂げたのがフローレンス・ナイチンゲールですでフローレンス・ナイチンゲールはケトレーさんのことを非常に尊敬していて、まあ、死とあおいでるんですがただ彼女は一方でその看護の実践をしてきましたので平均 に対してちょっと違う見方をすすするんででね看護覚書のの中の文章です正確な判断を不、えー、阻む思考の収益が2つあってそのどちらも人を誤った結論に導くすなわち状態や状況についての観察不足何でも平均値をとって良きとする収益の2つであるということで、まあ、平均をとることとか分析することはいいんだけどそ,それだけで良しとしてはいけないやはり個々の人の患者さんの事情とかそういうのをきちんと えー、看護師は監査しなきゃいけないということを言ってるんですね。で、えー、平均について、平均を取ることはいい,い,いことだけど、一方で、平均だけで物事を考えてもいけないというようなことを、2人の、まあ、学者の統計学の先駆者の話を聞きながら考え、今日の平均のたな話と合わせて考えていただければと思います。もうすぐナナイイチチンンゲゲーールルはは生誕200年でこのの日に私特集として、えー いろいろまたこのお話をしたいと思うんですが、あの、はい、本日は、えー、これで終わります。ご静聴ありがとうございました。